なんだあれ、なんだあれ、なんだあれ。闇鍋するもん。あ、いいね。闇鍋。いいっすね。ようわかんないね。全部入れてみます。全部。全部。パン屋さん。スター。取り立つ壁とか。夜行性。ねえかな、取り立つ壁。選挙管理委員。選挙管理委員。第三陣営は2。クルーメイド陣営8。ワクワクしてきたぞー。聞いてみてる。あんたは絶対に来ない。おいしゃー、そこがやねお前。夏ぴょん、お前なんで、なんだお前それ色。文字が色。ほんとだ、夏ぴょんさん色が違う。なにこれ、えぇ、ー、これなに。アイドルやらしてもらってます。スターの夏ぴょんです。スターだ。アイドルなんだ、スターいるな。スターいる。古いな。何者だ？名前が色違うってどういうこと？なんで光ってんの？スターだよ、スター。スターです。え、だけ？だけ？いやでも別に。多分白角が全員に収集される。あ、この役職はスターになれることです。だからな、白角になる。え、それだから完全にもう白角なんだ。わかんない、わかんない、まだわかんないけど。なんかあれだね、能力学園漫画みたいで面白い。みんな何持ってる？これいけるの？え、ちなみに、アベレージ人外って言ってたよ。なんか消えたよ、今通報出たのに。あれ？死んでる。死んでたけど。え、誰これ？ジャッカル声。わあ、弁当から出てきた。弁当から出てきた。あれ、ミサトラン死んでるんだ。ミサトランがね、エンジンルームで死んでるよ。まあエンジンにたくさん人がいて、まあピカさんが弾けて近くにいたのがミサトランで、弾けた瞬間ピカさんの死体が消えて、まあミサトランが怪しいんじゃないかみたいな感じでミサトランも死んでる。ミサトラン死んでるね。え、でも中本さん最後弁当から出てきましたよね。あ、いい、映ってもらっていい。ちょっととりあえず俺瀬戸のやつ、瀬戸のやつ見たいけど。中野地が怪しいんだって。え、おい、どういう能力。え、じゃあもしかしたら浅井さん。なんでわかんの、こんななんか私の能力は。ミーティングシェリフ。ミーティング会議中のみで人外を殺すことができるシェリフ。マジでバトル漫画みたいになってんじゃねえかよ。すごい、強すぎる。すげえ。ゲッサーと違うの。ゲッサーと何が違うんだ。ゲッサーは役職を当てなきゃいけないが、俺は人外を当てさえすればが殺すことができる。強っ、ミーティングシェリフ強っ。航空アイドルが別にお前らのためにやってるわけじゃねえから。あ、ほんま。どうしたのちゃん。航空アイの中でなんか画面が別に。別野郎が歯向かってますよ、瀬戸さん。くたばれ、成敗。もう挑発に乗っちゃうから。いや、俺はでも自分のために動いてるからさ。待って、はっちゃんつってならないって。ラバーズとかそういう感じみたいな。ならないって。釣りたきゃ釣れよ。あ、俺じゃねえけどな。でも若干の本人が腹が立とうが立つまいが俺がやりてえように。おい、ごいっそやめ。ロールプレイしとるわ。これは俺は俺のためだけにな。こいつだけもうなりきってるわ。もう役職のためだけに。全然遅いけど。あ、遅そう、遅そう。スピードブースター遅そう。ボタンとかが速くない。スピードブースターが分からない。え、なんか右下とかにあるんじゃないの、なんかそれ。え、このクリックしかなくてこれ使ったら遅くなるの。おっそ。は？無駄に無駄に遅くなってモテるやん。
そう、遅くなったの、これ。嘘つかれてる、これ、役職に。なんじゃ、白いなぁ。スピードブースターっていうなんか役職らしくて、ボタン押すとスピード遅くなってるらしい。なんだよ、だからジャッカルフレンズって何が起きたかっていうね。ジャッカルフレンズって何、何これ、ジャッカルフレンズっておい、一昔前に流行ったようなワード使ってたから。待て、わけわからん、ジャッカルフレンズです。いいね、ジャッカルね。はっちゃん、あとは任したぞ。ジャッカルフレンズ、そこの大御所のやつ、何その形取ってくれ。ジャッカルフレンズでジャッカルの友達になかった。ジャッカルフレンズ、ジャッカルいないのにジャッカルフレンズいるのあれ。だってゴミ能力引いたな。ジャッカルいないのにジャッカルフレンズって なんか誘われて、誘われていったけど、なんか共通の友達失ったりした。唯一の友達がなんかドタキャンして来れなくなって。ほい、能力、あーあー、やろう、俺に能力を。なにこれ、なにこれ、助けてー、助けてー、何見えない、何も見えない、何も見えないって何、ちょっと待って、ちゃんとタスクやってね、ちゃんと。なんでよ、なんでそんなこと言うの。なんかあれ、あれじゃない、多分あれじゃない、学級委員長とか役職じゃない、多分。あー、あったね、ちゃんとタスクやってね。選挙管理委員いるからね、学級委員長。俺は俺のペースでやるだけだし。おい、エゴイストいるわ、絶対。こいつエゴイストだ。悪いけど。こいつエゴイストだ、絶対。俺のやりてえようにやるからよ。絶対エゴイストじゃん、こいつ。そういう人がいるとダメなんだよ、ほんとに。ああ、学級委員長とエゴイストだ、これ。多分役職。勝手にやってりゃいいじゃん、俺は俺でやるからよ。あべれーじくん。なんこれ。さん。あべれーじくん。キッチンで浅井さんが殺してました。多分インポスター系の役職だと思います。次のターン、アズレージ、お前を遠くから殺してやる。言われるものやってみてくださいよ。遠隔でお前を殺してやるよ。え、何それ、何それ、言われるものやってみろよ。じゃあな。え、どういうこと、何ができるの、これ技術者ってなんだろう、これ。タスクする、するだけ。え、何をするんだっけ、これ。ええ、え、ちょっと待って、え、めっちゃパワーが出てる。ちょっと待って、ちょっと待って、チャプテファンです。阿部くんとコックピットいたんだけど、急に卵が生まれて、卵の中から、瀬戸朝日が出てきて、その瞬間に阿部レイジくんが肉になって、なんで、その瞬間また瀬戸朝日が消えたのよ。私の能力だ。怖え、どういう、やばいやつだ。どういうこと。私の能力はリモートシェリフ。リモートシェリフ、遠隔でシェリフをし殺すことができる。さっきから助けよ、強すぎない。え、待って、どんな感じでキルしたの、どっからキルした。あの金庫の左上のトークンのとこで切るっていうボタンを押すと会議画面みたいなのが出て、うん、人を選んだらブーンってなんか卵が強っ。やばー、多分すぎるわ、多分ワープ。すいません、すいません、皆さん、ですね、はい、ちょっと一人死んでるの申し訳ないんですけれども、金庫室の方で、はい、出来たてのパンを売っておりますので、パン屋だ、パン屋を売り出したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はっちゃんは何だったの、動けない動けないって言ってた。いや、でも動いてたよ、動いちゃけちゃけはしてた。え、なにこれ、パン屋に言って帰ってきました。なんだ、なんだあれ、なんだあれ、今の何、今つなんだ、今の怪文書が流れた。今の何、何、パン屋
半や。本当に建築無害でドア開け閉めできるだけっていう能力。え、バージョン、ドアマン。どういうこと？ドアマン。ドアマン。ドアマン。いや、一瞬で開け閉めできる。押すだけで開くんだ。強いじゃん。紳士だ。紳士だ。いいね。紳士のかけらもないけど。エゴイストは何だったんですか？自分のエゴを存分に出して。